FC 東京の森重選手に来ていただきました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。どうですか、ここまでキャンプもう2週間以上ですか、はい、やってますけど順調ですか、コンディションは。そうですね、しっかり休んで、で国頭村の方で一時キャンプっていう形でしっかり体作れたの で、うん、でこっち来て、練習試合今2試合できてるので、まあ、順調に来てると思います。体の方はこう疲れはないですか。いい疲れですね。いい疲れですか、はい、もちろんこの時期なんでしっかり疲れてますけど、まあ1年間戦える体の準備っていうのを、できてるかなと思います。この時期嫌じゃないですか。嫌いじゃないですか。嫌いですね。走ったりするの、はい、嫌いです。嫌いですか、はい、早く終わんないかなって感じですか。体がやっぱ痛いんでその中で練習しないといけないんでそれはすごい嫌なんですけど、まあでもしっかりその前に休んだんで、うん、はい、まあいいかな。やっぱりチームの中でやっぱ経験のある選手でね、いつもこう見られてると思うんだけども、はい、やっぱそういうところはちょっと意識したりする。若い選手に見られてるんでちょっとこうちゃんとやんなきゃなみたいな。そうですね、まあそれはキャンプだけじゃなくてね、普段からそう思いながら自分にプレッシャーかけながら、できてるんで、まあ自分もこうそうだったように先輩を見て、いいところ吸収して、こう成長してきたので、まあそういった姿を見せれればいいかなとは思ってます。今チームの状態どんな感じかな。順調に来てる。まあまだ始まって2週間なので、うん、その細かいところっていうよりかはまずコンディションのところがまだまだかなっていうふうには思うので、うん、まあでも次の練習試合3試合目があるので、まあ、そこである程度、チームとしての完成度っていうのは上げていかないといけないかな、そっちに目を向けていかないといけないかなとは思いますけどね、うん、で、まあ、昨シーズンねルヴァンカップを取って、その前の年は、まあ、J リーグで2位と。でも当然今年はねリーグでの優勝っていうことは当然考えてると思うんだけど、はい、その辺はこう順調にこう長谷川監督になってチームとしてこう成長が見れるのかなと思うんだけど、うん、その辺の手応えみたいなのちょっと感じてる、うん、まあ、やっぱり優勝カップ戦もリーグ戦も含めて優勝争いをすることで、チームがこう成長していってるなっていうのはすごい感じますし、うん、まあ、昨年は ACL にも出て、その後の自分たちの姿っていうのはまたなんかこう一段落上がった感じはしたので、うん、まあなおさら今年がそれをこう表現する結果を残すっていう意味では、まあ大事な年になるかなっていうのは思うので、まあ本当リーグ戦カップ戦じゃなくてリーグ戦っていうところでやっぱ1年間通して力を出し続ける難しさっていうのも、すごい感じたので、うん、まあ、それは今年チャレンジしていきたいなと思います、うん、で昨シーズンねアンカーやったりねセンターバックやったりちょっと失礼な言い方かもしれないけど、はい、あんなにうまいのって俺ちょっと思っちゃったんだけどアンカーでねで今年はセンターバック、まあ、アンカー、はい、もしかしたらフォワードそれはなんかね、もともとフォワード出身だからね、はい、まあどこのポジションでやりたいみたいなのある。まあ、言われたところ当然やるってのあると思うけど、なんかこのがやってみたいなっていうのはできれば、はい、いやでも、まあ、アンカーやってみてその楽しさっていうのをすごい、感じれましたし、うん、それぞれにこう楽しさっていうのがあるの で今キャンプ始まってセンターバックをずっとやってますけど、うん、やっぱりセンターバックも楽しいなって思いながらやってますし、うん、まあ、どっちでもできる準備っていうのはしていきたいなとは思ってますけどね。もともとやっぱフォワード出身だから攻撃好きでしょ。攻撃好きです、はい、センターバックだとなかなかそう攻撃参加できないじゃん。そうですね、そこまで、はい、もう若くないんでそこまでいけないんで行ったっきり戻ってこれないんで、うん、まあでもアンカーだとやっぱミドルシュートのチャンスとかもやっぱありますし、うん、攻撃に絡んでいけるので、まあ、そういった意味では楽しさはありますね。今年齢の話だったけど年齢感じることないでしょまだ全然。いやいやいや、なんかある若いやつら見てるとやっぱ若いなって思うこともあるありますけど、うん、まあでもそれにこう引っ張られながら、うん、若手に引っ張られながらできてるんで、まあいい、相乗効果かなと思う、うん、こうキャンプがねちょっと異例なキャンプになってると思うのね、はい、無観客で、はい、メディアの人もいない、はい、で多分宿舎からもこう外出禁止でしょ。そうですね、きっとだからそういう中でさどうやってこうリフレッシュしてるの。なんかあるリフレッシュしてる、なんか部屋でゲームやってるとかなんかいろいろあるけどさ、まあみんなでゲームすることもありますし、まあ基本的にはこう一人で普段
家じゃね、あの家族いるんで、うん、できないことをなんか一人でゆっくりできないんで、うん、まあ本読んだり映画見たり、うん、まあそういう時間で、まあ一人が別に苦じゃないので、まああとこういう天候なので、はい、すごいリフレッシュできて、最高だよね。最高です。ね、気持ち晴れるよね。はい、ね。でまあ、最後にね、今シーズンの抱負を、目標と抱負を聞かせてください。はい、まあとにかくもうリーグ優勝、これは FC 東京としてまだ、取ったことないタイトルですし、個人的にも取ったことないの でやっぱり1年間通して力を出し続けないと、そこには到達できないというふうに思っているので、まあ、それを、最大の目標として、今シーズン頑張っていきたいなと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。順調に開幕に合わせて、はい、コンディション整えてください。はい、見てみたいし本たくさん読んで、はい、ありがとうございました。ありがとうございました。